州長タケルだ。今宵はゆっくりとお休みになるといい。妹のカジカに世話をさせる。いやよ兄さん。こんなひょろひょろした若造の相手なんか結構です。敵の世話にはなりたくありませんから。なるよ州長さん、用心してくださいよ。あなたの首も、あなた方の守り神、火の鳥も、みんな僕がもらいますからね。変わった男、たった一人でこの国を滅ぼしに来たなんて、とっても変な男。